天文10年1541、小野寺氏は角館城攻略に本腰を入れた。この時点では小野寺氏の力は強大で、戸沢方の諸将は動揺したが、それでも結束は固く、小野寺氏の攻勢を回避できた。その後、小野寺氏に内紛が生じ、戸沢氏に対する小野寺氏の脅威は去った。しかし、天文14年1545、一族の重鎮の淀川城主忠盛が死去したことで、安藤氏が淀川城を攻撃し、城は安藤氏の手に落ちた。翌々年、体制を整えた道盛は、淀川城奪還を目指して出陣、安藤勢と激戦を展開し、淀川城を奪還し、さらに、安藤氏の手に落ちていた荒川城も攻略し、角館に帰還した。その後、大曲土屋盾の戸賀氏を下して心中させるなど、元亀元年1570には、戦国軍の大半を小中に収めることに成功した。永禄9年1566、道盛と本堂氏の娘の室の間に男子が生まれ、これがその後鬼九郎の名を欲しいままにした猛将戸沢盛康である。天正6年1578、病弱な兄の盛重に代わって13歳で家督を相続し、角館城主となった。この時期、中央では織田信長が天下統一を目前にする状態だった。この情勢は奥州にももたらされ、安の内かすえは天正3年1575、織田信長に鷹を送り、吉見を通じていた。盛康も重臣とあかり信長へ接近することを決意し、天正7年1579、両嫁一位、春目2匹を安土城にいる信長に献上した。天正14年1586、小野寺義道は、最上義明の小勝軍進出を抑えるために、自ら大軍を率いて、国境の有屋峠に向かった。居城の横手城には、大月寺織部が留守役として残るのみであった。盛康は、この機会を逃さず、自らが3000余騎を率いて布ざらしに布陣した。これを見た大月寺織部も手立ちに明野に出陣した。両者激突となったが、小野寺勢はさすがに盛況で、戸沢氏の先鋒奈良岡氏は小野寺軍に崩され敗走した。これを見た盛康は500人の手勢を従え敵陣に突き進んだ。これに白岩、本堂、堀田、角屋らが続き、大激戦となった。勢いに乗じて、戸沢勢は、大月寺氏の居城、沼城を攻撃しようとしたが、そこへ、小野寺方に援軍が到着したことがわかり、兵を引いた。この合戦における盛康の奮戦は目覚ましく、誰言うともなく、鬼九郎と称されるようになった。翌天正15年1587、盛康は祖父秀盛の時代から抗争を繰り返してきた安藤氏と仙北から松野で戦った。安藤氏は、檜山の安の内かすえが港安藤氏を平凡したことで、その勢力は一躍拡大していた。安藤氏は、戸沢氏ら仙北の諸大名を抑えるために、小物川の川筋を利用した交易を封じる動きがあり、安藤氏と戸沢氏の争いは、今までの単なる境界をめぐる争いから、小物川船運路と、
東西運路を結ぶ刈羽野をめぐる争いとなった。刈羽野は、角館地方と由利海岸を結ぶ、潮の道の中継点で、戸沢市にとっては、経済上、戦略上の要所であり、絶対に負けられない戦いとなった。初戦は、安野鵜方に今日突かれて、淀川城が安野鵜方の手に落ちた。急報を得て、森保は手立ちに軍を発した。しかし、すでに安藤勢は、唐松の二陣を敷いており、森保は、淀川を隔てて陣を敷いた。安藤勢3000に対し、土沢勢は1200人で、合戦は3日間にわたって続き、秋田勢300、土沢勢100人の戦死者が出た。戦いは膠着状態になったが、安藤勢が奇襲に出たことで、再び激戦となった。戦いは、土沢勢が、必死の力を振るい、ついに安藤内粕へは退去した。森保は、これを追撃し、安藤方の権相、吉成上右衛門を組み伏せ、その印を挙げた。この戦いは、唐松野の合戦と呼ばれ、戸沢氏の実力を出羽諸将に認識させた。この唐松野の合戦の最中に安野内粕へは陣没していたが、それを安藤勢はひた隠しにして土沢勢と戦っていたのだった。内粕へが没した後の安藤氏は、12歳の実末が家督を継いだ。この情勢に、豊島城主の安野道末が謀反を起こし、周辺の諸領主を誘った。戸沢森保は、道末に加担し、檜山城を包囲し、50日間にわたって猛攻を繰り返したが、ついに落とすことはできなかった。結局、乱は、実末方の勝利に終わり、安藤氏を打倒して大領国を形成する夢は全く打ち砕かれた。この唐松野の戦いの時期は、豊臣秀吉が太政大臣に就任し、天下統一の総仕上げを行おうとしている時期だった。森保は、このような天下の動きを十分に把握していたようで、秀吉が小田原征伐のために全国の諸大名に出陣を命令した際には、森保は商人の姿に変装して、わずか9人の家来を率い、手立ちに角館を出発した。森保は猛烈なスピードで旅を続け、東海道を通りする秀吉の陣所にたどり着き、秀吉に謁見し、秀吉は、この森保の三陣に満足し、腰形な備前兼光を森保に授けた。森保は、角館から将兵を呼び寄せ、小田原攻めに参加した。しかし、不幸にして、25歳の若さで陣中で病死してしまった。森保は、13歳で家督を継いでから後、隠忍自重し国力を蓄え、後期と見れば、果敢に戦い、大名として存続するためには、それなりの大胆さが必要であることも十分に知り抜いていた。まさに、乱世の傑物と言える。森保の没後は、15歳の弟の見積もりが継いだが、文禄の役に、出陣の途中で、放送のため死亡した。その後は、森保の子の政盛が8歳で継ぎ、重臣の補佐を得て領国経営に専念した。慶長5年1600の関ヶ原の合戦には徳川方に属したが、東北の関ヶ原と呼ばれる上杉、最上の戦いには、安藤氏の動向を見定める必要から、積極的に参加はできなかったようだ。関ヶ原合戦の後、日立の佐竹氏が秋田に転封となり、戸沢氏は
関ヶ原寺の消極的な対応を咎められ、常陸松尾会4万石で厳違法された。安藤氏は、常陸国司志度に5万石で転封となり、西軍に加担した小野寺氏は改易され、吉道兄弟は石州津和野に流された。その後、政盛は、徳川家譜代の重臣鳥居忠政から、妹を正室に迎えるなどして結びつきを深めた。元和8年1622、出羽山形藩の最上家が改易されると、最上家の丘陵は、山形藩主となった鳥居忠政と、その縁戚に与えられ、政盛も、最上郡と村山郡に、2万石を加増されて、新城に移封され、新城藩6万8千石の藩主となり、故郷と同じ出羽国への復帰を果たし、明治に至った。